はい、動画をご覧の皆さんこんにちは。いつも YouTube チャンネルをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。仮想通貨のネムですけれども、スナップショットの人シンボルのローンチ日が迫っております。日本人にも大変人気のある仮想通貨のネム、ブロックチェーン技術のネムですけれども、スナップショットの日が3月の12日金曜日日本時間の9時50分、シンボルのローンチ日が3月の15日と迫っております。現在ね、ネムをお持ちの方、これから仮想通貨のネムをね買いたいなと思っている方、そもそものシンボルって何なのかとかですね、スナップショットを受けるにはどうしたらいいのかとかですね、このシンボルをねもらいたいんだけどどうしたらいいのかと思っている方もねいらっしゃると思いますので、今日はねそこら辺の解説とですね、ネムそしてシンボルのね今後についてですね語っていきたいと思います。ブロックチェーン技術のね、ネムというブロックチェーン技術があるんですけど、これはね、ネムというのはプラットフォームとなります。ネムとプラっていうプラットフォームがあって、このネムの中で扱っている仮想通貨、これがね、ゼムになります。XEM、ゼムですね。で、これがですね、ネムが今度アップロードされます。アップロードされて、シンボルというね、新しいブロックチェーンが生まれます。で、このシンボルの中で扱う仮想通貨がジムになります。XYM。なので、ネム、ゼム、ジムとね、名前が似ててちょっとややこしいんですけれども、今あるのがネムですね。で、そこで扱っている仮想通貨がゼム、XEM。で、新しくアップロードされるプラットフォームがシンボル。で、シンボルの中で扱う仮想通貨がジム、XYM となります。まあ、そういうことですね。で、このね、ネムがね、アップロードされる、大型アップロードされるわけなんですけども、これね、ブロックチェーンがね、技術がね、別々のものとなってしまいます。なので、今言われてるのがですね、このネムをスナップショットの日、スナップショットの日というのが3月の12日の9時50分ですけども、この日に持ってるネムの枚数だけ、新しいシンボルのジムをですね、つけますよということを、配布しますよということを言っております。3月の12日の9時50分に1万ネムを持っていれば1万ジムが配布されます。1対1でつけられます。なのですごく今ね脚光を浴びているわけなんですけどもね、まあ、この大幅アップロードすることによって、まあ、処理速度が速くなったりね、セキュリティが強化されたということで、まあ、大型な、ね、アップロードということですね。ただブロックチェーンの技術は別々のものとなりますので、このネムとシンボルはね、ブロックチェーンは別となります。だからといってこの、ね、ネムが、ね、消滅するわけではありませんので、ね、新しい技術としてシンボル生まれるんですけど、ネムはネムでまだ生きますし、シンボルはシンボルでお互い生きていきますので、ネムが消滅するわけではありません。でね、このまあ、気になるところがですね、このシンボルのゼムをもらうためにはどうしたらいいかというところなんですけれども、まずですね、このスナップショット3月の12日のね9時50分までにネムをね持っとかないといけません。それはそれぞれね、まあ、国内の販売所だったらやり方が違うんですけどもね、まあ、そこら辺は持ってる、ところでね見ていただきたいんですけども、ただですね、こう勝手にこう配布されるわけではないんですよね。もらうためのこう意思表示を、ね、しないといけません。その意思表示というのがね、これがね、オプトインというんですけども、オプトインといって、これはね、新しいシンボルが欲しいですよと意思表示をしないともらえないんですけども、ただ日本の国内の取引所でしたら、このね、スナップショットとオプトインまでは自動的にやってくれるということですね。なので、3月の12日の9時50分にネムを持っていればスナップショットとオプトインシンボル欲しいですよという意思表示まではこれは自動的にやってくれます。ただその後ですね、このシンボルがもらえるかどうか、ジムシンボルのジムがもらえるかどうかということについてはまだ返答はありません。返答はありませんというかですね、まだわからないということですね。まあ、それはですね、まあ、金融庁の方でこの扱えるコインというのは決められておりまして、金融庁の許可が得ないとこのね、ジムが扱えるかどうかわからないということですね。
なので金融庁の許可が下りればですね、まあ、自動的にこう付加されるようになるとは思うんですけども、まあ、それがね、扱えるコインかどうかがわからないので、まあ、答えられないというところですね。じゃあもし扱えられなかったら、扱う金融庁からの許可が下りなかったらどうなるかというところなんですけども、まあ、例えばですね、その分の事務の価値分のを現金でね配布してくれるとか、もしくは自分で各自でやってくださいとね投げ出されるかもしれませんし、そこら辺はどうなるか分かりませんけどね、まあ、ただ国内の取引所ですので、まあ、ある程度の安心感はねあるかなと思うんですけど、まあ、そもそもまあ金融庁の許可が下りれば一番いいんですけどね、まあ、ただ下りたとしてもこれいつになるかはね期間も分かりませんので、どうなるかまだ全然不透明ではありますので、まあこうまあ、楽観的にですね、もうそのこの3月の12日の9時50分にネムを持っていればもう勝手に事務が付加されるんだなと、まあ、楽観的にはそこまで考えない方がいいかなと思いますね。一応ね、まあ、慎重に考えてですね、まあ、つかない、あのつくことはつくんですけども、ついた時のもらい方がですねちょっと難しいとかいうこともあるかもしれませんしね、どうなるか分かりませんので、まあ、そこら辺もね考えてねやっていただければいいなと思います。でこのね、取扱所によってもねそれぞれ違います、まあ、コインチェックであったり、ビットフライヤー、DMM ビットコイン、財布、GMO コインなどね、国内いろいろ、販売所ねありますけれども、例えばですね、コインチェックやビットフライヤーですと、2011年の3月の11日の18時、前日ですよね。スナップショットの前日となります、11日の18時からですね、コインチェックでは、アプリ内でのNEMの購入、売却、送金、受け取りをね、一時停止すると言っております。で、ビットフライヤーの方もですね、午後6時からNEMのお預かりレスオフを停止する予定ということですので、NEMをですねそれまでにですね、まあ、売却するか購入するか前日の11日の18時より前までにね決めておかないとですね、でそこからあとはですねスナップショットまでは取り扱いができないということですね。でこのね、まあシンボルで扱うジムですけども、やっぱりすごく性能がねいいということですので、まあ、今後の見込みは高いですよね。なので、まあ、ネムを持っていればシンボルは自動的に同じネムと枚数だけね付けられますので、まあ、今後の期待感は当然高いということです。で今日はね今ですね、3月の7日の日曜日なので、まあ、木曜日までなので日月火水木と、まあ、5日間弱ぐらいありますので、まあ、その間にネムの価格もですねそれに向けて大きくね動く可能性もね十分ありますので、まあ、ネムがね現在ですね時刻17時25分ですけどネムは80円台で動いておりますけど、80円148円ということなので、まだこの5日間の間にネム大きく動く可能性もありますし、もうねもうスナップショット新しいシンボルはいいよという方もすでに売却してももう十分上がってればね売却してもいいと思いますし、これからまだねそのこんな無条件でシンボルつけられるんだったら買おうという方はねもう今から買っていただければいいと思いますし、まだこの5日間の間にねすごく動くと思いますので、それぞれね各自の判断でねやっていただいてですねいい取引をねやっていただければいいなと思います。まあ、今後のね、ネムシンボル、まあ、両方同時に、ね、ブロックチェーンの中で、生きていくわけですので、まあ、これが他の、ね、仮想通貨にも良い刺激となり、ね高め合っていただければいいなと思います。はい、以上本日は仮想通貨ネムのスナップショットとシンボルのローンチ日が間もなくということについて語ってみたでございました。それではこの動画が良かったと思う方はチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。鳥はいますよ。ここにいますね。いいですね。
ではバイバイ。